クリストス・トリスはギリシャのサッカー選手。ギリシャ代表。ノリジシティ FC 所属。ポジションは FW。2006年にドクサ・ペンタロフォスマスの下部組織でサッカーを始めた。2010年にポックテ・テッサロニキの下部組織に移籍。2015年のレナート・ヨフンソン杯で5試合11得点を記録し、注目を集めた。しかし翌年に、 家庭の事情でポックを退団し届くした。2018年にポックに戻ってくると U-17 チームで25試合29得点を記録し U-19 チームでも約2年間無敗を誇ったチームの一員として活躍した。2020年6月7日に行われたギリシャスーパーリーグのオリンピアコス FC 戦でチュバークポムとの交代で途中出場し トップチーム初出場を記録。同月20日にはトップチーム出場を2試合目にして18歳ながら初得点を記録し、同シーズン最年少得点記録となった。2020年8月25日に行われた UEFA チャンピオンズリーグ2020から21予選のベシクタシュ JK 戦でも2得点1アシストを記録。 9月11日のギリシャスーパーリーグ開幕説でも得点し開幕説の最優秀選手に選出された。同月17日には違約金設定なしで2024年まで契約を延長した。11月5日には UEFA ヨーロッパリーグ2020から21グループリーグの PSV アイントホーフェン戦で得点を記録した。2021年8月12日 ノリジシティ FC と5年契約を結んだ。アンダー代表としては U-17 からの出場歴があり、UEFAU-17 欧州選手権2019に出場した。A 代表初出場は2020年10月7日に行われたオーストリア代表との親善試合で82分にディミトリスリムにオスとの交代でピッチに入った。これによって彼は 歴代7位の若さでのギリシャ代表デビューとなった。両親はアルバニア南部のドロプル出身で、両親ともにギリシャ人である。ありがとうございます。